このビデオシリーズでは CGI との合成ということで CG 側で作成した様々なレンダーパスについてここに見ていきたいと思います合成ショットとしてこちらのムービーを使ってビデオ素材の背景の上に複数のレンダーパスを合成していく方法についてご紹介しますここでリニアとビデオのカラースペースのマネジメントの問題についても取り上げたいと思います合成の最終結果 ルックを良くするために、アクションを使用した合成テクニックを見ていきましょう。このビデオシリーズで使用しているマテリアルに関しましては、ダウンロードすることができます。記載してあるリンク先からマテリアルをダウンロードして、ぜひトライしてみてください。では、プロジェクトの設定、メディアのインポート、シーケンスのセットアップから始めていきましょう。 プロジェクトの項目で、New のボタンをクリック。新規プロジェクトを作成していきます。プロジェクト名は、レンダーパスコンピング。解像度は、メディアの解像度に合わせて12、1280×720 にします。ビットデプスは、ビデオ素材が10ビットのプロレゾなので、10ビットにしておきましょう。これでデフォルトの設定は、ビデオメディアに合致します。 コンフィグレーションテンプレートですね。地球 20×108023.976。ビデオメディアのフレームレートが23.976ですので、1080のブロードキャストモニターに表示されます。これはシステム環境に応じて設定してください。では、クリエイトボタンでプロジェクトを作成。そして、スタートボタンでスモークを起動します。 まずはビデオメディアをスモークにインポートしましょうメディアハブからダウンロードした冷やしくのメディアが入っているフォルダまで移動ショット1という素材ですねクリップをダブルクリックするとプレビューウィンドウが開きますクリップインフォを見てみると 720p の 10bit フレームレートが23.976になっていますね ではこのメディアをドラッグしてデフォルトラライブラリーの上にドロップ次に「レンダーパスイズのフォルダを開くと2つの OpenEXR シーケンスがあります。MV カメラ1というクリップと「ロボット2014レンダー01カメラ1」というクリップですね。ここで OpenEXR シーケンスの両方ともマルチチャンネル付きのレンダーパスが含まれるクリップになっていることがわかります。 CG 側の作業で1つのファイルに含めることもできますしレンダーパスごと別々のファイルに分けることもできますがどちらを選んでもスモークでは同じように扱うことができますレンダーパスをインポートする前にメディアライブラリに新規のフォルダを作成しておきましょうショットワンという名前にしておきますこの中に素材の方をインポートしていきますね ロボット2014レンダー01カメラ1の OpenXR シンケンスプレビューウィンドウのクリップインフォを見てみるとビデオトラックが10トラックあるのがわかりますクリップの右下にあるマルチというタグをダブルクリックしてみるとレンダーパスが展開されますさまざまなレンダーパスが見えますね 最初に見えるのがロボットとサッカーボール煙がコンプされているバス。それからロボットとサッカーボールと別々のパスがあります。えー、ここで注意したいのが煙用のパスは分かれていないんですけれども、これは後で Connect fx を使って cgi と煙と分けていく作業を行っていきたいと思います。 ではマルチのタグをダブルクリックしてレンダーパスを閉じますさらにクリップインフォを見てみるとフレームレートが60フレームになっていることが分かりますビデオフッテージの方が23.976でしたので実際はフッテージがどのようにレンダリングされるかに依存しますけれどもスモーク側で完全にフレームレートをコントロールすることができます フォーマットスペシフィックオプションに切り替えてクリップが選択されていることを確認してオートレートから23.976に変更します。これでクリッッププ情報のフレームレーーームトトがアップデートされます。ではこのクリップをショート1のフォルダーにドラッグドロップフォルダーの中にはすべてのレンダーパスがアルファチャンネルも含めて別々のクリップとしてインポートされました。 これで合成するときにそれぞれ細かくコントロールすることができます。もう一つのクリップのレンダーパスもインポートしましょう。MV カメラ1のマルチタグをダブルクリックして、この OpenXR には3つのレンダーパスが含まれていますね。モーションブライ用のモーションベクターパス、このパスだけフォルダーにインポート。 このように全てのパスをインポートすることもできますし必要なパスだけをインポートすることも可能ですタイムラインに戻ってシーケンスを作成しますコマンドプラス N ショートカットですねクリエイトニューシーケンス。レンダーパッシーズという名前で解像度は 1280×720 フレームレートは23976ですねでこの場合はオーディオえ必要ないのでノーオーディオにしますクリエイトショットワンクリップを編集セグメントを選択してコントロールプラスタブで FX リボンを開きますクリエイトコネクト FX これで、バックグラウンドメディアと CGI との合成の準備ができました。次のビデオでは、ビデオのカラースペースとリニアカラースペースについてご説明していきたいと思います。カラーマネジメントをご理解いただくと、合成作業において劇的な結果をもたらしてくれるはずです。スモークランニングチャンネルをご視聴いただきありがとうございまし